ウェストミンスター条約は、イギリス・オランダ間と、イギリス・プロイセン間に、それぞれ二度ずつ締結された条約。特に第一次条約と、第三次条約を指すことが多い。第三次条約は、ウェストミンスターの和訳とも言う。1462年2月13日に締結された、エドワード4世とスコットランド王国の不平貴族の、間の条約。 スコットランド王国ジェームズ3世の宮廷が追放されたランカスター家のヘンリー6世を迎え入れたため、エドワード4世はヘンリー6世の影響力を少しでも削ろうとして、スコットランド貴族に土地を割上する代わりに味方に引き入れた。この時条約に署名したスコットランド貴族は1475年に反逆罪を問われた。 1654年4月5日に締結された第一次英乱戦争を終結させた講和条約。オランダが公開法を承認することで公開上でのイギリスの優位を認めるとともに賠償金に支払い、オラント州からのオラニエナッサ受けの排除を決定した。イングランドのチャールズ二世とブランデンブルク先帝公、フリードリヒビルヘルムとの間で1668年に 結ばれた協約。1674年2月19日に締結された第三次英乱戦争を終結させた講和条約。オランダはフランスとの同盟を離脱したイギリスに対して賠償金20万から25万円ポンド相当、ニュージャージーなどの北アメリカ植民地をイギリスへ返還することで合意した。一見、オランダ側不利に見えるが、実際のところ、 賠償金は、オランダの経済力からすれば、はした金に過ぎず、しかも、この賠償金から、スチュワート王家は、亡命時代に、オランダ政府によった負債を支払ったので、イングランド側に残った金は、わずかだった。また、ニューヨーク等の都市も、もともと和平交渉開始の圧力のため、オランダが占領した地域であり、返還することは、最初からわかっていた。 三時にわたった英乱戦争の結果、オランダは経済的に大打撃を受けたが、両国はいずれも決定的な勝利を得られず、中途半端な結果に終わった。イギリスとプロイセンをフリードリヒ2世との間で1756年1月に結ばれた中立協定へ。プロイセンとしてはフランスを牽制する狙いがあった。ありがとうございます。